どうですか、八神氏。何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？何です？レンズにシールが。あ、八神氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから、天様、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、これは。無事ですか、八神氏。これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。やべ。八神氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。八神氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか、とりあえず了解。屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ？ドローンですよ、八神氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に言うよな。
八神氏、もう何人か警備員がついたようです。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。え、いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。そんな風に言われると弱いですね。了解です、八神氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。よし、行くか。先ほども申した通り、八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。わかった。頼んだぜ、つくも。そういうことか。くそ、2年2組はすぐそこなのに。仕方ありません、別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。八神氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか？そうだな、警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が欲しい。屋上へ行ってみるか。なるほどね。なんだよ、ここも当選簿か。申し訳ありません、どうやらそこは死角だったようです。参ったな。八神氏、その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。一人ですか？であればそこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか？八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、物は試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。すごいな、効果はバッチリだ。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。
雲、聞こえるか？このまま降りてくと例の現場に戻っちまうよな。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか？調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、なら行けそうか？警備が一人配置されていますが、矢上氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。着いた。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全に矢上氏を見失ってるようですぞ。お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。つくも、そっちからスピーカーに声くれる？あ、テステス、こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あ、テステス。いいね、さすがつくものスピーカー、すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか？ああ、やれることはやったと思うよ。ストップ、ちょっと待った。誰かヤックンたち呼んでこい。
さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けどなんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時もさ、てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか矢上氏、せっかくここまで来たのに。大丈夫、うまく切り抜ける。てめえ何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た。なんだよ。じゃあこいつ好きなだけポコってもオッケーなんだ。ダメ。俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった。俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何あれ。ヤッくん、こいつ結構やるからみんなで一斉に行った方がいいよ。やっちまえ。マジか。やべ、離すなよ。気合の入った変態じゃねえ。矢上氏、ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっとハレンチなものになります。冗談じゃねえ。やるしかねえか。少し大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。矢上氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、分かった。
ばらく寝とけっての。いい加減にしろ。しかしターボーが変態で捕まりかけるとはな。そんなドジ踏まないって。俺はいじめっ子連中はいい気味だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない？そしたらもう甲田さんもいじめられないし。何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃもうこの手の依頼は来ないね。杉浦君、八神さんがそれ言う？するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちが物を言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。
加減にしろよ。あの、ありがとうございました。しばらく寝とけっての。よう、たまには一緒に飯行こうぜ。ええじゃねえってこうだ。早く行くよ。今日マッツは朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの。じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜ、エロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。本能むき出しで生きてんのな。ほーら待てよ。なんでそんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんな、ちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの。高田さん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。いや、清純派はご潔癖ですな。なんだの？ねえ！ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はぁ？何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。なあもう高田に構うなよお前ら。そうだ、高田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おーおー確かに言ってた。出てけ出てけ。よし行け行け。何
なんだよお前ら急に。おい松、これって。もう行こう。くそ。すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ、自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない、他の人がやらないなら自分だけやる必要はない、このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとドッと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン、それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。あいつらもういないから大丈夫だよ。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど、至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ、清涼高校ってとこ。あれ、沙織さん聞こえる？清涼高校というのは偉人町に近いあの。ん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は清涼校の卒業生で、
つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越葉博、先日他殺体となって発見されました。偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が三越葉であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で現役の警察官です。2ヶ月前、三越葉が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと。いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると。ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越葉の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです、江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は。4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり清涼高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越葉のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越葉殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越葉殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。わかった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の三越葉の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは、世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？
例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明弘、新宿区の交番に勤務する巡査長、年齢は53、住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は三越芝博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越芝からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？清涼の理事長先生。ん？私が何か？本当いいところに居合わせましたね、山見さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越芝博が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越芝の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ、三越芝の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原には一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。そうなったら以後この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ、すみません、まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいって、とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。悪い、海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。ん？ったく、なんだってんだ。後でちゃんと聞かせろよ。オーケー、八神さん。いじめ調査の後処理は僕とつくもくんでやっとくよ。沙織さんの依頼じゃ断れないもんね。さっきの電話、源田法律事務所からとお見受けしましたぞ。相変わらず売れっ子ですな、八神氏。八神さん、何か？
そうですね。何から話せばいいか。この間聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は三越葉博。なんでそんな写真を。え、でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。三越葉君に何かあったんですか。あったんですね。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。三越葉君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話できることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか、わかりました。三越葉君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか。3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり。ええ、挨拶の時少し話した程度で。三越葉君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったと、そう判断されました。けどその確信がなくて、あなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ。ええ、まあそれはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが。しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者がおっぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ、ただ俺が一番気になったのは、なんでそれが今だったのかってことです。あ、何のことです。きっかけはこれですよね。あ、それ都内で2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原昭弘。都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。それは、まあ。すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。せっかく裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し通せただけなんじゃないかって。だからあなたは
今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。で、もしいじめがあったら揉み消そうってか。いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越馬君がどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより沢先生の方が。彼女が三越馬君の教育実習を指導してたので。え、あ、そうだったんですか。ほら見ろ、やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女をまた呼びましょうか。いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし、職員室にいると思います。ワンフロア下の。よし、沢先生んとこなら俺も行くか。いや、行くのは俺だけ。あ、スコモたちも先帰ってていいから。何それ、水臭いですぞ矢上氏。あんま説明してる時間がなくてさ、夜まとめて話すから。じゃあ